今日は小豆島の沖にある無人島に大風の中罠を仕掛けていきます。果たして結果はどうなるのか。はい、こんにちは。無人島しゃぶり尽くす男濱湯です。今日ね、僕はどこに来てるかと言いますと、いつもの無人島ですね。で、今ね、潮もとろいんで、こちらの無人島に網を一周ぐるりと巻いてみたら、果たしてどれぐらい取れるのかということでやっていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、それじゃあ無人島の周りぐるりとやっていきたいと思います。まあ綺麗にぐるりとはいかんと思うけど、だいたいぐるりです。じゃあいつもの旗を入れて、はい、じゃあ鉛も入れて網を入れていきます。まずこれ目合いの粗いやつですね。だ、大きい鯛とかがおったら多分取れると思う。で、見てこれ餌もほらいっぱい映ってるね。抜群です。はい、じゃあ網やっていきます。で、もう今の時期だったらそろそろ鯛が取れてもいい頃なんですけどね。餌は映ってるんで多分鯛も取れるかなと思います。はい、これで1枚目終了。まあ小さい島含めて大方負けそうですね。で、このままちょっとバックして、じゃあ2枚目も入れていきます。もうそことそこだからね、ほぼ間はない。で、この島ですね、何回も説明してるんですけど、お猿がいるんですよ。こんな無人島なのにね、誰かがお猿を連れてきて、で、多分釣り人の人が餌やってるか木の実食ってるかですね。で、太田くん気づいた、あそこにお猿がいるんですよ。ほんまや。かわいいな。はい、じゃあ2枚目の網も終了です。いや、大方本当に負けましたよ。で、2枚目の旗も入れて、で、1枚目の旗がここで、2枚目のスタート地点がちょっとね、カメラだと見にくいんですけど、あちらになります。そっちでした。はい、それでは明日の朝、先にね、海苔の片付けがあるので、それをちょっとだけしてから朝来りに行きたいと思います。それじゃあ明日の朝までぴょーん。おはようございます。朝の6時ですね。果たして魚がかかっているのか。それじゃあ準備して海苔の片付けに行きたいと思います。青の隣、仕事も終わりました。海苔まみれですが、早速網を釣りに行きたいと思います。はい、じゃあポイントに到着しました。まず目の粗い方の網から上げていきたいと思います。まあ、潮もとろいし、風もやんわりしとるし、抜群ですね。じゃあ旗上げて、で、こちら流れ防止の鉛やってる。で、網が上がってきました。さあ、果たして魚はかかっているのか。ちなみにこの網は5寸といって、一番僕の持ってる網の目で粗いので、来たら大物、逆に大物いなかったら何も取れない、そんな網になります。でっかいヒラメでもこんかね。昨日ここ餌すっごい出てたんだけどね、餌出ても魚がね、その餌を食べに来てなかったらおらないのですね。網がなんかねじっちゃった。何も来ません。あれ、腰を出し、いいとこやってんだけどな。今年の冬はほんまに魚が少ないですね。寒うて鼻水が無限に出てきます。無限は出てこないんですか。マジでおらんぞ。マジでこれ市場がいけないぞ。いや、こんな、お、来た来た、やっぱでかい。あ、でも死んじゃってるな。上がりになっとるわ。ええ鯛来たんやけどね。なかなかええ鯛です。2キロぐらいはあるかな。じゃあこちら外していきます。外し方は1匹だけいつもの無修正で見ていきましょう。こうやって網の中に入っとんですね。で、網の口からこれを抜いていかなければいけない。
口が見当たらん。目から抜けるかな。網の目が大きいんで多分目から抜けるでしょう。あ、余裕だ。目から、あ、ちょっと破れたけど目から抜いて、でこちらいい鯛ですね。あ、さっきまで生きとったんやけどな。あ、生きとるわ。生きとるけどこれもうカチカチ、ちょっと生きてるんですけどカチカチの棒になってるので、棒になるっていうのはあの死後硬直したらこうカチカチになるんで多分ダメなんですけど、一応空気抜いて、あー、でもダメだなこれ多分。ちょっとダメなんでこれ脳天締めしてもう締めておきます。もうダメなのを無理に生かすよりは、こうやってね血抜きしてあげた方がいいですね。尻尾の方も切って、いい鯛ですね。で池間の中でもう血抜きしておこう。でいつもはやっぱ朝一番で来るんで、まあこの冬の寒い時期だったら生きてるんですけど、やっぱちょっと今日海苔の仕事があってすぐに来り行けなかったんで、それでなくなっちゃったのかなと。まあなくなってはなかったんですけど、上がりまで棒までなっちゃった。棒っていうんですよ、あの死後硬直してる鯛のことは棒ってね。棒なっとるとか上がりなっとるとか、まあ人によりけり、漁師によりけり、地域によりけり、いろいろな言い方があると思いますが、果たして2匹目は上がってくるのでしょうか。何もこ、まあちょっとこの赤い網が終わって白い網になってどうなるかです。白い網が4寸、だいたい1寸ということで、網の目が3センチ狭いものになります。そっちに変わったら一気にね取れるのが小さくなるので、もうちょっと魚なんかしら来るかなと。さあ網が赤からこちら白色に切り替わりました。もう白色って言っても汚れまくって半ば茶色ですけど、たまりにたまったものを出した時のあれの色みたいな色です。はい、今ですね穴子を巻いた完全孤島、完全孤立した孤島にやってきてるんですが、そこもね全然魚がいない。いつも大量に取れるとこヒラメ、タイ、ウマヅラハギがおるとこやのに、網を見てももう何も来ない。やばいな、冬は厳しすぎる。寒さも全部厳しい。なんでこんないないんだろうか。お、そして僕らのアイドルオニオコゼちゃん、でかっ、デカオニオコゼちゃん来ました。1匹じゃな、前は20匹ぐらいおったのに。ただ今のオニオコゼうまいやろな、もうおかずかな。でちょっと風で流されるんで操船しながら、でこれ油代も取れないぞ、もう最悪労力費は無視で。あ、僕らのアイドル2人目、推し、僕の推しウマヅラハギ、いやマジでおらんぞ。やべえやべえやべえぞ、もう運動しに来たようなもんですねこれ。まだ釣りの方が釣れるんじゃないかなと思うぐらいです。魚がまだ浮いてるのかな。それでも1日仕掛けとったのにな。お、なんだこれ、あ、タケノコだ。おお、いいタケノコじゃないか、いいデカめのタケノコ。いやー、1種類ずつ1匹ずつじゃね売れないんですよ。あの市場ってやっぱある程度同じものが1箱まとまったりしないと売りにくいというか、魚屋さんも嫌がるので、ある程度同じ種類のがもう数匹、最低でも5匹ぐらい来んとね。まあ大きさにもよるけど。で磯にかかりました。磯にかかったら無理に引っ張るんじゃなくていろんな方向に引っ張ってあげる。じゃあ外れた、外れたチャンスを逃すな。あげろあげろ。磯にかかってたということはそこに何か大きな磯があったということ、つまり魚の来る確率が 2% ぐらい上がるということです。ただそのかかっとったとこの網が上がってきたらもういないという。もう1枚目のフラッグが見えてきました。もう何もおらんから栗同士やから腕がパンパンです。そしていつものアイドル、こちら人手が来た。シュ、あー終わる終わる、何もおらんまま終わる。お、小さきアイドルガシラちゃん、わあ、1枚目終わった。で取れたものがこれだけ、これだけですよ本当。いやウマヅラちゃんとガシラ、それからでっかいオニオコゼで、タケノコが取れる時期に美味しいタケノコメバルは卵持ってるんで放流です。はい、じゃあ2枚目あげていきます。雨も降ってきた、まるで天が俺を笑っているようだ。この2枚目の網、さらに目合いがこんまい 3.5 寸、こちらで勝機をかける。なんでこんな魚おらんのやろ今年は。マジで夏も何もおらんかったし、どうしよう。もう海苔の仕事をしてるしかないのか。はい、じゃあ2枚目の網が上がってきました。さあ果たして魚は取れるのか。お、1匹目はまたタケノコだ。これは普通に売れそうですね。なんだ、ウミウシだ。
ミウシです。紫の汁が出るやつ、これ食えるらしいけどね。わあ、ほらほら汁が出てきた、ほらほらすごいね。これは逃がします。おいた。うわ、マジでおらんな。雨だけが厳しくなる一方です。チビガシラ一瞬、またチビガシラ一瞬で、またガシラ一瞬で、ちょっと雨が強すぎてあれなんで GoPro に切り替えます。さあ GoPro に切り替えましたが、切り替えたことによって魚がちょっと疲れてきて、風のせいで流れてから磯もかかるし。おおおお、でっかいでっかいでっかい貝だ、でかいよ。ああ、痛たたたた、ブブブブブ、掘れた、うっけー、うっけー、スマトラハギ、ミガサイズのタイ、アコウだ、アコウだ、あー、いいアコウだな、冬のいいアコウです。キジハタ、もう終わりです。クロン疲れた、すごいクロン疲れた、これで2枚目終了です。負担すぎる。いや、いいアコウだ、うまそう。はい、で2枚目の網取れたものがこれだけですね。まあアコウとタケノコとウマヅラ、それからガシラで、こちらの小さいタイはいつものように放流で、これら生かしておきます。はい、2月のね、無人島を一周巻いてみたということなんですが、もう悲惨でしたね。でこれじゃいけないので、今日の夕方リベンジさせていただきます。でリベンジの前にですね、こちらの見事なマダイとこちらのマジで見事なクロダイで、僕いつもですね、クロダイ美味しいって言ってるんですけど、今回は味香り研究所さんっていうところのご協力を得て、クロダイとマダイを科学的観点で見て美味しさをちょっとね比べてみましょう。多分変わらないと思います。はい、それでは訳あって、さっきのチヌとタイとはちょっと違うのですが、まあどちらもね、いいチヌとタイをご用意して、で2つの血抜きをしまして、そして腹を開けて内臓の方出していきます。チヌもエラのところ切ってクパーッと開けて、チヌの方が内臓脂肪は乗ってる感じでしたね。でこう斜めに切れ込み入れて、背骨が硬いのでクパッと開いて3枚おろしにしていきます。まあ余談ですが、チヌはニッパチって、ニッパチがうまいってね、2月8月が大変美味しいとされています。それじゃあ3枚おろしに両方しまして、でこのようにキッチンペーパーとラップで包んで発送します。そうしましたら、味や香りや食感を数値化している味香り研究所さんに分析を依頼しました。こんな感じで綺麗な状態でタイもチヌも届いております。で分析する部位によっても違いが出るので、今回はお腹の方をこちらの食感センサーでそれぞれの食感やら弾力やらを測っていきますで次に味覚センサーなんですけれども、口の中に入れてる状態を再現するためにペースト状にしてね、やるみたいです。じゃないと、液体じゃないと測れないみたい で言うたら噛んでぐちゃぐちゃになった状態ですね。でこのセンサー、人工の舌を、まあ何だろう、原理にしているようで、後味も測れるそうです。で海苔は担当の方が気に入ってくれて置いてくれました。ありがとうございます。で残ったのはスタッフさんが美味しく、食べてくださいました。ありがとうございます。それでは研究結果が出ました。まずは噛み応えですね。なんかシコシコしてた、弾力のセンサーのやつです。でマダイが180ぐらいに対して、クロダイがですね350超えてますから、クロダイの方が弾力があったということがよくわかります。次に濃厚さですね。まあ濃厚さというか味の濃さらしいんですけれど、これマダイを 100% とした場合に、クロダイの味の濃さがですね、170%、およそね 1.7 倍、正確に 1.7 倍ですね、の味の濃さらしい。だからクロダイの方がだいぶ濃いみたいですよ。でこちらがですね、複雑味、コク、うまみの余韻、濃厚さや、なんだこれ、コクの余韻か、まあ様々な余韻とかいろんなやつですね、それも全てクロダイの方が上回っております。味香り戦略研究所さん、ご協力ありがとうございました。
というわけで今回はマダイ VS 黒鯛、まあ勝手に対決になりましたけど、黒鯛の圧勝というとこなんですけれども、結局ね、まあ取れる時期とか取れる場所、それから個体差によって差が出るし、今回は黒鯛の方が脂があったので黒鯛が勝つだろうなとは思ってたんですけれども、やっぱね、脂が一番乗ってる2月の時期の黒鯛でも、あのマダイより市場では安いので、その黒鯛がですね、こうやって数値化してマダイよりこの時期は美味しいんだよっていう証明ができたのが嬉しいです。まあただ今回匂いは分析してないので、人によってはやっぱ黒鯛の独特のちょっと風味みたいなね、感じてマダイの方がいいなって思う人もいるかもしれませんし、ただ数値としては今回黒鯛の方が上だったけど、これは好みが分かれるので、ぜひね、食べてみてください。食べさそうとするんですね。まあそんな感じです。はい、というわけで無人島リベンジということで、一番も行けないし夕方網やりに来ました。で、今回ある無人島がですね、こちらでございます。これも立派な無人島です。だってほら見てください、この島無人ですよ。というわけで僕の勝ちなんで、この無人島の沖に網を仕掛けて、まあ、暗くなったら網を巻いていきたいと思います。じゃあ網をやっていこう。で、だいたい魚探を見ながらおおよそ餌のおるとこを見つけて、ほんでそこら辺をやるイメージで網を入れていきます。はい、じゃあだいたいの目星がついたんで旗入れていきます。塩もめっちゃとろくていいわ。塩とろかったら少々ね、長い間入れとっても流れることはないでしょう。それじゃあ昨日と同じように網を入れていきます。はい、で2枚目の網も終了です。で、旗入れて、で暗くなるまでだいたい1時間ぐらいちょっと待ちましょう。はい、じゃあ紐落ちてきました。よいしょ。はい、じゃあまだ薄ら明るいんですが、果たして無人島リベンジなるか。凍らんかったらもう魚おるとこないんだけどな。で、鉛が上がってきた。で、いよいよ網も上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。いや、マジでおらん。ここおじいさんとこうやって冬やってた時、まあ100匹とかザラだったんやけどな。相場も良かったし。今年はなんで？お、久しぶりに見たな。サンゴ礁。これ小豆島のサンゴ。汚いやろ。汚そう。あってもオレンジまでかな。これはもう黒いけど。サンゴよりタイ濃い。おお、ようやくタイが1匹来た。念願のタイ1匹。まだ全然市場にはいけんな。お、2匹目。もう網の後半ですよ。網の後半で2匹目。お、で、ウマヅラハギやんけ。ウマヅラに、お、またタイだ。おうおう、どうした、急にここらになってタイが、お、またタイだ。おうおうおう、どうしたどうした。嬉しい嬉しい。テンション上がってきた。やったー、タイが4匹1匹塊で、最低20ぐらい取れたらリベンジ成功としよう。で、またサンゴかな、これ。これはちょっと違うかな。変な。お、血ぬ。お、またタイだ。お、で、これはカレイですね。アマテガレイ、逃がしましょう。まあここらに来てようやくパラパラと来ましたね。お、またタイだ。タイ1匹。これ全部溜めて後から外します。もう網も残り少ないし、寒いんで全然死なないので大丈夫です。で、クロダイ。お、あ、またカレイだな。これ逃がすカレイで、こちらのカレー、卵を産んで、あ、卵産んで、だいぶめっちゃ超えてきとるやん。これ売れるわ。これ置いとこ。カレーもね、1月に取った時ガリガリガリクソンだったんですけど、なんかもう卵産んで1ヶ月ちょっと経ってだいぶ超えてきてました。これだったらカレー来てもいいわ。嬉しいわ。で、また黒だい。おお、ほんで永代が来ました。なかなか永代ですね。よし、なんとか一番はいけそうですね。で、また最初に説明した通り赤い網が来ました。こちらの網非常に目大きいんで、こっちで折ったら超大物ですね、多分。いやー、来ても血ぬばっかりですね。でっかいタイがポンポン来たらなー、いいのにな。さあ、ラスト一旦、もう終わりはすぐそこ。いやー、石ころばっかりですね。あー、終わった。いや、ほとんどいませんでしたね。はい、というわけで帰ってきました。で、結局取れたものがですね、こちらだけとなります。
まあ今の時期のチヌはめちゃくちゃ美味しいからね。でタイが養鶏取れる時っていっぱいヒルがついてるんですよ。あの1匹とか2匹とか。でもヒルがいないってことはタイがあの底の方に固まってないんですね今年は。だから多分少ないんですよ。まあ愚痴を言っても仕方ないので蓋をして、で上くくって、まあくくりはしないんですけど、でこちら海の中に入れて生かしておきます。よいしょ。でこれをねもう明日市場行っても仕方ないんでまとめて市場に行きます。一応明日も網やってるのでそれを食りましょう。はい、こんな感じで、無人島リベンジならずでしたが、無人島一周巻いてみたの動画終わりたいと思います。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。